藤本美貴が結婚した理由。藤本美貴の旦那はお笑い芸人の庄司千春だ。二人の出会いは渋谷で庄司が藤本を見つけアドレス交換したことから始まった。芸人はチャラそうだと警戒していた藤本だが、積極的なアプローチに根負けし、デートをしたことで二人の仲は深まっていく。藤本は告白を何度も断っているが、諦めずに何度も告白されたことで、本気なんだ、一緒にいたら幸せそう、と思い交際をスタートした。2009年の結婚から15周年を迎え、当時を振り返った藤本は、私のことをこんなに好きな人いないだろう、と思ったのが、結婚の理由だとのろけている。理想的な二人をこれからも応援したい。